先生、はい、今日30年ぶりに先生と会って再会をしまして、私がやっぱりね、一番先生に聞きたいこととか確認したいことは、私は先生と会話をした記憶がないんですね。そして会話をするつもりもないし、会話を世の中で一番したくない存在だったんです。先生はどう思ってましたかっていう質問です。同感なんですね。はい、同感ですか。はい、やっぱり大学1年生の試合、あの時からこの人を倒さないと学生でも一番になれないし、オリンピックにも出れないと、もうそれこそつばめ返しではないですけど、同じように私もとにかく怪我してくれと、一緒だ、とにかく減量失敗してくれと。そうですね。ということは、私も今話を聞いた通り、飛行機に乗ってる時間が分かったら、あの飛行機落ちてくれないかなとか私はやっぱりこう情報が少ないだけに、そういうやっぱり思いはありましたね。じゃあ先生、今先生の手元に私がちょっと集めてきた情報なんですけども、先生と私の対戦表を記載してます。それをちょっと久しぶりに目を通して、なんか感想をお聞かせくれないですか。多分私の方が分は悪かったです。一番その分が悪かった理由の一つとして、組み際の袖釣り込みですね。いわゆる丸山スペシャル、はい、これにまんまとこう乗っかって。一回だけじゃないですかね。いやいや、そんなことないですよ、はい、ですからやっぱりこう組めば、両手持てば自信はあったんですけど、 そこまでいけなかったっていうところがですね。そうですね、技術、やっぱりここは私の力がなかったなと思っているんですいや、もう本当に東海の学生もそうでしたし、私の周りの方々もそう、大熊とやったら組み力が強いと、もうその引き手を取られるともうどうしようもできなくなるっていうことで、もういろんな方からのアドバイスは全て2つ持たせるなと片手で勝負しないと勝てないんだと、大熊は団体戦にも通用する選手なんだと、まあ、そういうことをね、ずっとこう情報として聞いていくと、私の中でね、もう片手で勝負？片手で行き着いたところが、袖口だけを持ってなんとかならないのかこの男はということで生み出したのが、あの丸山スペシャルというね、技だったわけです。だからそこからこうたどり着いたその芸術作品といいますか、私の人生、柔道人生の集大成がこの形だったんですよ。丸山スペシャルですよね、はい、これをこう受けた時にやっぱり衝撃が走りましたね。はい、そうです。こういう技があるんだなと、いやいや、もう俺はもうスピードはとにかく速かったので、私もそんな決して遅い方ではないとは思ってはいたんですけど、それを上回るような袖釣り込み腰でしたので、なかなかこの対策といってもいい手立てがなかった、そんなところでした。ありがとうございます、はい、先生、私の息子の次男、丸山城志郎、ご存知ですか。もう当然知っております。ありがとうございます。惚れ惚れするような柔道です。ありがとうございます。どちらかというと私の柔道に似てるんじゃないかなっていうありがとうございます本当におっしゃる通りです。いや、もう本当に姿勢が良くてね、いいですね、はい、何度も試合を見させていただいております、はい、柔道では城志郎君、はい、勝負では阿部君かなと、はい、柔道家にとってはこれ以上のない柔道をしてるなと。ただオリンピック予選、死闘演じられた、はい、あの試合、
もそうですし、負けた試合は本当にワンチャンスですね。そうですね。もう本当にそこがやっぱり阿部君のうまさですね。決して力で負けた、圧倒的にこう阿部君が強いっていう、そんなようには見えないですね。はい。はい、ありがとうございます。ですから、個人的にはパリをしっかり見据えてやっていただきたいなと思います。はい。嬉しいな、先生からそんなことが聞けるなんて嬉しいです。ありがとうございます。やっぱり阿部君も城志郎君がいることで、はい、やっぱりレベルがもっともっと上がっていくと思いますし、そして両者が競い合うことがやっぱり柔道界にとっては大きな宝だと私は思いますね。はい、嬉しいですね。ありがとうございます。いや、先ほどね、先生がちらっとおっしゃったように、私ね、いつもね、あの二人の試合を見ると丸山城志郎が大熊正彦、阿部一二三が丸山健二に見えてしょうがないですよ柔道のスタイルが。そうですね。だって阿部選手釣り込みでしょ。そうです。私も釣り込みだったじゃないですか。で、丸山城志郎のあの姿勢、踏み力っていうんですか、まあね、あの柔道のあの試合の流れを見てると、もうまさしく30年前の2人のビデオを見てると、もう、 こう重なり合うんですよ、先生。ということは、私は阿部選手の気持ちが分かるんですよ非常にもう手に取るように分かるんですよ。特別な、何か特別な流れというか、そんなものを感じますね。まあ、先生が今手にしているね、私と先生のね、対戦表なんですけど、阿部選手がうちの次男丸山城志郎に3連敗をした後に今4連勝してるんですよ。あ、4連勝してる。で、私もそんな感じだったんですよ、先生との対戦。私が3連勝とか2連勝した後には先生がもちろん2連勝3連勝してる。もう本当に勝ったり負けたり勝ったり負けたりと。先生が一番印象に残った試合ってどれになります？いやー、絞るのは難しいですね。難しいですよね。もうすべて対戦するときは決勝ですから。決勝ですね。もうこれが1回戦2回戦であればすべて決勝ですので、はい、やっぱりすべての試合が鮮明に頭に残ってますね。なるほどですね。はい、ですのでこれっていう試合はちょっと選びづらいですね。選びづらいです。はい、ありがとうございます。でも一番最後の試合は先生が私に大外カツーンと入って、私がそれを返そうとして、それをぼっくり私持っていかれて一本負けですよ。行動が決勝ですよ。覚えてます？いや、そんな一本勝ちなんて出たんですね私最後は一本勝ちで終わったんです。でその時に私はもうハミルトンの世界選手権の予選だったんですけども、もう大熊選手にもう道作りしようと俺はもう柔道終わりだって一本負けをしたんだからという気持ちで私はもう現役を終えたんですね。じゃあ次、最後になります。強くなるために必要なことは、ジュニア世代、そして今現在中高生に対して、まあ、教育の現場に立っていらっしゃる先生から、まあ、メッセージをお願いします。まかりなりにも教育者ですので、はい、やっぱりまずは先生、指導者側の姿勢、ここをその子のためにエネルギーを注いでおられると思いますし、その子をこの先どこまで導いていきたいのか、どういう力をつけさせていきたいのか、もちろん柔道だけではありませんので、やはり社会で頑張れると。柔道は人づくりですから、はい、まあ、そういった原点に帰ってですね、もちろん勝負ことは勝つことが全てではありませんけども、勝つことでいろんな恵みの雨が降ると思いますし、ただそれだけではないと。やっぱり社会出た時に柔道を通して学んだことがしっかり生きるように、我々も襟を正して生徒と向き合って指導していかなきゃいけないなと思っております。はい、
ちょっと真面目な答えになっちゃうんですか。いや、本当真面目すぎますね。やっぱりすごいですね。いや、先生ね、今のその日本を代表する選手、まあうちのせがれもそうなんですけども、その我々の時代 その日本を代表するナショナルチームと今のナショナルチーム、ちょっとこうカラーが違うじゃないですか。そういうことを、まあ、賛否両論、いろんな考え方、捉え方、見方があるんですけども、教育の現場にいる、そしてそのこの大事な大事な高校生活、人間としてもこう作り上げていかなくちゃいけないこの高校生の現場に立っていらっしゃる先生から何か一つメッセージはないでしょうか。やはりトップの選手の影響っていうのはですね、はい、計り知れないものがあると思うんですね。今は SNS、まあ、こういったものを利用してものすごくこう影響を受けます、はい、ですからそこには自分のその言動であり、はい、行動、こういったものにしっかり責任を持てるようにですね、して、もらえると嬉しいなと思います。そうですね、はい、本当ですね。やっぱり影響力、カリスマ、やっぱりリーダーシップですかね。やっぱりみんなをこう行くぞというそのリーダーシップの中で自分のその姿勢とか言動、それがとても大切ですよね。ありがとうございました、先生。どうもございません。まあ今日30年ぶりに再会して、こんなに話をしたのが本当に嬉しく思いますし、当時もっと話がしたかったんですけどもじゃあ今日は先生の教え子さんたちとこれからちょっと汗を一緒にかいて、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今回岐阜県大垣日大高校にお邪魔させていただいて、私の宿敵でした、ライバルでした大熊選手、今現在は教頭先生になっていました。この彼と向き合うことがようやくできたんです。その彼と話をする中で私ね、鳥肌が立ったことがあるんです。それ何かというと、同じ境遇だったんです。彼も私も1歳の時に父を亡くしました。同じ境遇の中で、同じ思いを持って母子家庭で、そして指導者の温かい情熱だとか厳しさだとか、父親代わりになっていただけれるような指導者の下で柔道を一生懸命頑張っていた。私も全く同じ境遇でした。教頭先生というお立場でベンチプレスバンガンやってね、すっごい筋骨隆々で、皆さん日本全国で一番ストロングな教頭先生になっていらっしゃいました。私の柔道人生、大熊選手がいたから私は成長させていただいたんです。そしてあの丸山スペシャルを生み出すことができたんです。ということは、私のこの柔道人生、競技人生はもう大熊正彦一色だったんですね。それぐらい、彼の影響力、要は私の人生の中での存在はものすごいものがありました。未来の柔道だけで通用するだけではなくて、人間教育、人の育成というね、人間育成という、人づくりに尽力していきたいと、さらに思いました。この度は、大垣日大高校の関係者の皆さん、そして大熊正彦教頭先生、そして大垣日大高校の校長先生、本当に温かくこの丸山健二を迎えていただきありがとうございました。また機会がありましたら、今回のこの一つのね、きっかけを大切にして、私がまた行く機会がありましたら、ぜひまたどうぞ一緒に汗を
流させてください。そしてまたたくさんのね学び刺激をいただきたいと思います。それでは最後になりますけれども、本当にこの場をお借りしましてお礼申し上げます。ありがとうございました。